方がアーケードの筐体を直接触ってのプレイと、はい、なるほど。このエキシビジョンマッチは2試合していただくそうです、はい、あ、2試合できるんですね、はい、なるほど。サーブトリガー選択して1試合目ですね。はい、エキシビジョンマッチ、それでは参りましょう。さあ、 V トリガー2を選択しています。お互いにやっぱりキャラクターによって V トリガーを変えていくということがありますからね。そうですね、かもしれないですね。でこれまでは V トリガー1をずっとうまく見てでは、はい、ポンチャン選手を選んでたと思うんですけども、 V トリ2、V トリ2、まあ、大きな特徴としては、まあ、技の性能も違うんですけども、はい、まあ、やっぱり、V トリガーゲージこれが2本であることが重要かなと思ってまして、 V トリ2、1ラウンド中にひょっとしたら2回ぐらい発生できるかもしれない。そうですね、はい、さあクラッシュカウンター、これ逃さない、画面端まで持っていく。さあ置き攻めは、さあここはしっかりガード。さあ V リバーサル切り返していきましたね。さあ中足、これが長い、さあ逆ていく、さあ移動のアパカ、さあ押していってますね、ボンチャン選手。そうですね、横にどんどん押してますね、はい、前に、上げたと思ったら後ろに下がって、さあタイガーを、わあこれはうまいぞ。さあお互いに手が出しづらい状況だが、何かを狙った感じでした ね、 そうですね。さあラウンド2、いきなり振っ放していく。さあ中、あ、飛びが通る、一瞬巡りかなと思いましたけど、ね、思いましたね、ちょっと分からなかったですが。さあここから投げる、さあどうなる、さあガード、さあ V トリ2、なるほど。さあこれですね、追い詰められた時もやっぱり横にどんどん押していけるっていうところ、はい、あのコパンからでも発動でやっぱ横に押せるっていうところがいいのかもしれないです。そうですね、まあ、ただこの押し返しの強いラシードなんですが、あっという間に画面の中央押されているのはボンちゃんの方。さあガードが硬くなっていく、これが飛びが通って、さあ取り返したのはガチ君。まあ、でも中足の牽制をしっかり読んでたんでしょうね。あ、そうですね、うまく噛み合いましたね、はい、しゃがんで、さあ今のは EX 昇竜したのかな、押し込んでましたね、押し込んでましたね、はい、さあこの大 P が当たっていく、相変わらず強いですよね。さあ上がきっちり見ています。この前台パンチがギリギリ届く距離、これがやっぱりラッシュの強いところですかね。そうですね、さあ画面端逃がさないぞと、さあトリガー発動、きっちりとゴンボ、さあ裏回って、さあこれは V トリガーを、あークリティカルアーツまで入れて、今の V トリガー2なんですけど、はい、アーマーね1段だけ、耐えて切り返すことできるんですが、はい、俗に言うアーマーキャンってやつです。アーマーですね、そうですね、まあ、ただそれがですね、まあ、多段技だったので、はい、ラシード側の方が切り返すことはできなかったということで、1本先取したのはガチ君選手と、はい、ではこの後もう一試合、もう一試合、はい、あ、これ引き分けはありえるんですか。引き分けはどうしましょう。いちいち時間によっては先にしたいですけどね。そうですね、です、はい、勝負つくまで。そうです、熱いですね。あ、いけますか。まあ、進行さんが大丈夫そうな顔したんで。あ、そうです、もし引き分けなら3試合目があるかもしれない。3試合目、なるほど、はい、ちょ もう一度説明なんですけど、右下の方に一本選手って書いてあるんですが、はい、イベントモードってよく大会とかで使うんですけども、やっぱり二先でやりたいよとか ありますよ、ね、あとあったりすると思う、はい、今回から何試合選手っていうのを設定できるようになっています、うん、でイベントも開きやすい、そうですね、はい、筐体になっていると、ゲームモードになっている。さあお互いに先ほどと同じ設定
V トリガーの設定は同じ、はい、引き分けとなるかこのまま勝利となるか次の試合参りましょう。戦って、まあ、先ほど戦い見て気になったのは、はい、まあ、ガチ君選手 V トリガー扱っていないというところが、そうでしたね、はい、気になるなと思いましたね、はい、なんか奇策を残しているようなそんな予感がします、球の打ち合いになっている、まあ、やっぱりキャラクターによって V トリガーを使った方がいいのか、はい、リバーサルを複数回打った方がいいのかっていうところやっぱありますもんね。だこれ溜まっているんですよね、使っていかない。あーこれ当たる、トリガーを引いた、画面端ですね。さあスタンまであとますか。さあ V リバーサル、あーしかしおお2回使う、やっぱりスタンチを回復させたいというところがありますからね。そうですよね、スタンしてしまうとこの体力ではもう負けが確実なので、はい、切り返しに使っていったというところでしょうか。お大ピーが当たっていく、これがでかいんですよね。慎重に距離を詰めてこの大ピーを当たらないようにガードを固める。あー EX を当てましたね。やっぱりあの微妙な距離での EX グランドタイガー、うん、まあ、普通の人なら動いて食らっちゃうんですけど、ガチク選手、まあ、うまくガードできましたが最後食らってしまいましたね、はい、そうですね、このビクッとねこの動いた、はい、この隙をついて当たってしまったんじゃないかなと思いますが、飛びが通る、上げ、あ当たってしまう、あースタンだ。さあどこまで、あーっと、おっと、このミスになりましたね。さあ切り返したぞ。さあこれあるか、うわー、あー逆にトリガー発動ですね。さあファイナルラウンド、お互いゲージも結構あるので、いろいろ動き見てそうです、ね、そうですね。さあクラッシュカウンター、裏に回ってさあうまくめくった形、さあ投げて、さあ中パンが当たる、さあスタンまで、マジか、これはスタン、まあですね、さあこれは持っていったか。おお、さあ1-1、でもなんと3試合目やられた後輩のガチ君選手はなんかニヤ、はい、ニヤニヤしてるんですけど、何なんでしょうね、怪しい、負けて嬉しいんでしょうかね。もう一試合延長戦でいいですか。はい、お願いします。はい、延長戦でまさかの素晴らしい試合、延長戦やりましょう。いや面白いですよね、はい、この戦い、先輩としての意地を見せるのか、ボンちゃん、このサガットとラシードという組み合わせは綾乃さんはどう思うですかね。そうですね、ちょっと僕はまあラシードは使わないんですけど、はい、サガットはまあ結構触っててですね、はい、まあ、どのキャラもそうなんですけど苦手だなと思いますよね、ラシードの方、はい、やっぱりあのラシードは一回転ばした後にどんどん押していって自分の選択肢をかけるっていうことをやるキャラだと思うんですけど、はい、とはいえ他のやっぱりラシード近いと使うのは結構強引にやっぱりガチク選手行くこと多いですよね、はいはい、でそれがやっぱり相手に止められないので確信のある前移動をやっぱり通すっていうのがうまいのかなと思いますね。そうですね、それになんかうまく攻撃をはい、ボーチャー選手当ててるんじゃないかなと思いますね、はい、さあそれでは本当に正真正銘最後の最後の試合、はい、参りましょう、はい、さあラウンド1、はい、アパカ、このタイガー2位で押していくのがね、はいはい、有効に効いてますね。隙も隙ないから、さあ大Pが当たってしまう。やっぱり確定反撃がなくても自分的に状況有利フレーム持っていれば中攻撃とかをガードさせて少しでもゲージや白ゲージを貯めるっていうのはしっかりやってますよね、はい、まあ、そこをフレーム、あ、投げを誘いましたね。さあこれは痛い押し置き、フレーム数を知っていくっていうのはやっぱりその上手くなる上達の必須な条件になってくるんじゃないかなと思いますね、さあ V リバーサルをうまく切り返しましたが、さあラシード側は体力少ないので厳しいか、あーね、中足
やっぱこう動こうとしてるところに中足が、ね、攻撃が当たると。さあリーチをかけたのはボンチャン選手。さあこれ当たる、タガニ。さあこの裏返ってのアパか。バーッとこれは入れ込んでいたが出なかったか。さあピクッと動いてタイガー、やっぱ画面端なんで押し込みたいですね。ガーッとここでスタン。さあこれはゲージは使わないですね。ゲージ使わない。さあ逆に回って今度は、はい、ボンちゃんのターンだと思ったんですがあっという間に画面切り替わりました。さあブイトリが発動して、さあ我慢する。さあ調子、さあここから、はい、あまた小足に当たる。さあ厳しいなみたいな顔をボンちゃん選手してますが、はい、さあファイナルラウンド、グランドタイガー、いいですね。あのそうやって使うんだっていうふうに僕も、ね、はい、やっぱりあのタイガーニーの持続当てですかね。あの動くであろうところにあらかじめ置いておくっていうところがやっぱとてもうまいんだなと。うまいですね。あーっとこれはスカル、さあこの地獄の画面端を切り返すリバーサル立ち中パンチで暴れましたねさあ裏回ってちょっとタイミングずらしたんですがしっかりとガードしました、はい。さあラシードこうなるとちょっと手が出しづらいか、何かを伺っている。さあゲージを吐いていく。さあクラカンから大きい攻め、あーされた、これは高いぞ。まあまだスタンはしないです。あまだ使わない。あさあ使っていきますね。さあどうなる。さすがにもう終わりまして、はい、ありましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お二人それではお席へどうぞお戻りください。